月1月11日第95回全国高校ラグビー大会の決勝戦が行われ、大阪府の東海大学附属行政高等学校と神奈川県の桐蔭学園高等学校が熱い戦いを繰り広げました。その結果37対31で東海大行政高校が2大会ぶり4度目となる優勝を果たしました。さらに春の選抜大会と夏の7人制大会の3つの大会を制したことで史上2校目となる高校3冠を達成しました。そして今月1日枚方市駅周辺で東海大行政高校ラグビー部の優勝パレードが行われました。ラグビー部の部員らおよそ40人が吹奏楽部の演奏とともに岡本町公園から岡東中央公園までを練り歩きました。今年はラグビー人気が高まっていることもあり、沿道には大勢の市民が集まり拍手を送るなどラグビー部の優勝を祝福しました。このパレードは全国大会優勝を市民と一緒に祝福しようと、全国高等学校ラグビーフットボール大会優勝記念枚方市実行委員会が開催しました。パレードの後には岡東中央公園でセレモニーが行われ、湯浅大地監督と真野太一主将が応援してくれた人たちに感謝の言葉や今後の決意などを語りました。パレードの初めに本校吹奏楽部のファンファーレが鳴りまして、もうその瞬間に、涙が、溢れ出そうになったんですけども、厳しいゲームが準々決勝以降ですね、続く中背中を押していただいたのは枚方市の方々の日頃からのご声援のおかげと思っております。本当に今年の優勝っていうのはここにいるメンバー25人以外のみんなの応援っていうのが本当に大きくて、試合を重ねるごとに新しい応援歌であったりとかそういうものをみんなが作ってくれて、そのおかげで勝てたと自分たち25人が一番実感しています。また自分たち3年生はこれでジャージを着ることはないですが、この日本一という景色を糧にまたそれぞれの道、ラグビーをやる人やらない人関わらず全員が頑張っていきたいと思います。この先も2年生1年生またその先がまた行政ラグビーというものを自分たちの色を持って戦って、いろいろな方々への感謝の気持ちっていうのを結果で表現してくれると思うので、これからも応援よろしくお願いします。本当にありがとうございました。セレモニーの最後には枚方市からラグビー部に市民スポーツ賞が贈呈され、会場に集まった市民は選手たちの今後の活躍に期待を込め大きな拍手を送っていました。お知らせです。ご家庭や事業所で水質検査を毎日行っていただける水質検査員を募集します。検査はまず透明なコップに水を注ぎ、色や濁りがないかをチェックします。次に専用の容器に検査薬と水道水を入れ、ピンク色の濃さから塩素濃度を測ります。結果を指定の用紙に記入した上で半月ごとにファックスまたは電子メールで報告していただきます。検査員には1日あたり160円をお支払いします。希望の方は15日までに浄水課へ電話でお申し込みください。また個人・市・府民税の申告の受付を15日月曜日から市役所本館2階第2会議室で行います。申告が必要となる条件などは広報枚方2月号をご覧ください。申告は正しくお早めにお願いします。